はい、いかがですか？楽しんでますか？
じゃあ次の、すごい暑い。はい、じゃあ次の曲はですね、オーサムシティクラブさんって分かりますか皆さん。あの忘れな歌ってる方分かりますか、忘れなっていう曲。その方に、すごくお褒めいただいた曲で、カバー曲なんですけど、なんていうの、ヤフーニュースにも、ちょっと掲載させていただいたあのカバーの曲となっております。はい、じゃあそれ1曲ともう1曲カバー曲で、2曲続けてカバー曲歌いたいと思います。1曲目は、3曲目は、愛の形、そして4曲目に恋に落ちてを歌わせていただきたいなと思います。はい、じゃあそれではお願いします。私の胸に刃を当てた。
はい、その最後の曲は、私のデビューソングにしようと思います。はい、私のこのデビューソングですね、ダイスのシトラスっていう曲知ってますか皆さん。ダイスさんのシトラスっていう曲、その曲を、作ったレコード大賞、日本レコード大賞を取った作曲家さんに作っていただいた、曲となっております。はい、頑張っていこうと思いますのでよろしくお願いします。はい、じゃあそれではよろしくお願いします。ロクイルさんっていう火花とかボーカロイドの方をね、編曲とか、
作曲家だね、よく知ってる方に作っていただいた曲でございます。はい、そのね、あのもう一回言って11月の24日の日にあの CD の中にマニマニとオーバーっていう曲とさっき歌った2曲も入ってますので、もしマニマニ気に入ったらぜひ聴いてみてください。はい、じゃあそれではお願いします。2回目ラストのステージありますので、もしお時間ある方は遊びに来てください。